私の醤油ワンタン麺をチュルチュルまーす。おー、チュルチュルやで、たまらんねよ。皆さんこんにちは、シトアナです。食べたことあるけど作ったことないシリーズ、思いつきで始めてみました。皆さんはパッと思いつくのは何かありますか？アノンはこれを思い浮かべたので作りますよ。ということで今回は不思議と魅力がある懐かしの醤油ワンタン麺を作ろうと思います。ニンニク、生姜をすります。食べたことあるけど作ったことないものって結構あるよね。今回もワンタン麺もそうだけど、マッサマンカレーとか変わったカレーは作ったことないですね。ビーフシチューとか作ったことないね。あれどうやってあの茶色にしてるんだろうね。あとお魚系だよね。下処理がめんどくさいからあんまり作らないかも。お魚といえば生きてきて初めて昨日ブリシャブを食べました。美味しかった。トロンとお魚の脂がさ、とろけてさ、臭みも全然なくて美味しかったですね。ネギをみじん切りします。皆さんはちゃんとスーパーで買い物行くタイプの人ですか？今年トマトの値段が下がらなくない？2玉で税込み400円以上すんの。これはさ、ずっとさ、夏から今まで続いてて、大好きなタコスが高級品になってしまってて、お店で食べた方が安いんじゃないかと思うくらいですね。こんなトマト高かったらさ、イタリアの方とかさ、メキシコの方とかもさ、生きていけないよ。何食べていけばいいのってなっちゃうよね。救世主としてさ、ケチャップとかさ、トマト缶とかあるんだけど、すんげー売れてた。缶1個分の値段がもうトマト1個の値段より安いから、みんなそっち買っててたね。動画ってさ、皆さん、これ、作りやすいんで美味しいね、真似してみてくださいねっていうものだと思うんですけど、大概私は作ったことないものが多いんですよ。動画をまず作るときは作り方をこういっぱい調べてシミュレーションをしてから撮影してます。まあ、言ってしまえばもうみんなの実験台ですよね。ちょっと料理が得意な実験台みたいな感じだと思っていただければいいと思います。豚ひき肉にネギ、生姜とニンニクのすりおろし、塩、片栗粉、ごま油、しっかり混ぜます。今回さ、ワンタンの具はさ、ネギだけじゃない。人によってはここにニラを入れたり違う葉物野菜入れるらしいの。餃子じゃねって思うんだけど、餃子とワンタンのなんか性格の違いってあるのかな。気になって今調べたら、皮の形が餃子は丸、ワンタンは四角。そんなん言ったらもうほぼ餃子じゃない。あと皮がワンタンの方が薄いらしい。ではワンタンを包んでいきます。お水をつけて、あんを真ん中に入れます。半分に折る。この先っちょがずれるように折ります。平たくして余った分を内側に折り込んでいきます。はい、マイファーストワンタンです。思ったよりも皮が薄くて難しい。あと具の量がちょっと難しいですね。餃子みたいにいっぱい詰めちゃうとさ、すぐ破れちゃうの。ちょっとね、コツがいるね。あんまりやらないやり方だから慣れないですね。ほらちょっとさ、ここさ、キュッてしただけですぐ破けちゃうのよ。餃子の皮はそんなことないからさ、繊細だねこれは。ワンタンといえばさ、黄色と赤のさ、カップのやつのイメージがすごい強いんだよね。まるちゃん出してる会社さんのやつなんだけど、しかもさ、なんか味がさ、色によって違くって、シーフードとかあるんですよ。めちゃくちゃ味美味しいけどさ、ワンタンちっちゃくない？お腹いっぱいにならないよね、あれだと。多分スープっていう立ち位置なんだろうけど、ちょっと不満ですね。今回あん作りすぎたかもしれない。 200g で準備したんだけど、お肉を。どうやらワンタンは30枚の皮で 60g でいいらしいので、3倍使ってしまっている。多分1人前だと 15g とか 30g でいいかもしれないけど、それだとさ、材料と混ぜたりとかっていうのがやりにくいじゃない、少なすぎると。作るんだったらワンタンを大量に作ってさ、ワンタン麺とワンタン麺
担々スープ両方楽しんだらいいんじゃない？あんがもし余っちゃったら空気に触れないようにラップをして 2,3 日だったら冷蔵庫で保存ができます。たださ、皮とかって冷蔵しとくと結構パリパリになっちゃったりとか、あと冷凍あんま良くなかったりするから基本的には食べきりですね。10個くらい作ってきました。初めてにしては上出来なんじゃないかな。ワンタンを2分間茹でます。茹でる時間さ、意外と短いんだね。これは時短でいいですね。茹だりました。チュルチュルだー、すごい美味しそう。麺も茹でていきます。ワンタンがチュルチュルだから麺もチュルチュルしてた方がいいかなと思って細麺にしてみました。刻みネギ、鶏ガラ顆粒、お酒、ごま油、お醤油、味の素、胡椒、お湯、お醤油ベースの簡単なスープです。このまま飲んでも美味しいですよ。ネギを乗せて、できた！完成しました！懐かしの醤油ワンタン麺です。久しぶりのラーメンだ。この料理が食べたいと思ったらチャンネル登録よろしくね。ではまず混ぜただけのスープ、簡易的だけどお味はいかがでしょうか。いただきます。おいしい。これだよこれ。素朴なお醤油ラーメンの味だ。材料をお湯で溶くだけでこんなに美味しいスープができちゃうなんてね。本日の主役ワンタンをでちょろっといってみようかな。うわーつやつやしてる。いただきます。ちょろっちょろやで。中のあんにしっかり味がついてるのでワンタンだけでも満足。ニラを入れようか悩んだんだけど入れなくてよかった。生姜とネギの香りがシンプルなお醤油スープに合いますな。一緒に食べてみよう。まずワンタンをお口に運んで、そしてラーメンをすする。これはやば、うまーい。たまらんぜよ。ラーメンってさ、チャーシューがよく乗ってるけど、ひき肉もいいね。チュルンとワンタンを飲んで、中から濃ゆいあんが溢れ出して、そこに麺を流し込む。チュルル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 。お腹いっぱいになるよ。そんなわけで今日は、懐かしの醤油ワンタン麺を作ってみたんだけど、とにかく簡単でびっくりした。ワンタンを包むのはちょっと緊張したけど、茹で時間も短いし、お鍋も一つで済む。スープももちろん簡単で美味しい。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では、次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアナ。